じゃあ、じゃあうちミワの前乗ってちょうどやるから。じゃあ一緒に乗ろう。バリバリ一緒に乗ろう。また言う。スライムあんまり当てになんないけど大丈夫。ミワ、そしたら間着な。ミワ、間着な。私一人で乗りますけど大丈夫です。すぐさんが泣いてたのでなんか一人じゃダメだなと思って私一人になりました。じゃんけん負けました。一緒に乗るんですけど全然大丈夫で、しかもミヤが近くにいるので全然大丈夫です。全然大丈夫です。全然大丈夫ですね。で、私はGもいるしミヤもいる。そうだ、うちなんてさ怖くないよ。大丈夫。楽しみです。乗る前は緊張するんですけど乗ったら平気なんです。楽しいです。乗るまでが長いんですよ。すごい。登るのと降りるのじゃ、うん、登るのの方が早いですよ。あ、遅いです。だって落下だもんね、うん、落下じゃないや、90度になっちゃう。さっき降りるのはただスピードがつくだけ。そう、降りるの早いです。もう帰ってきた。次だよ。行ってきます。一番前です。一番前。おいでやる。だってみんな笑顔で帰ってきてんじゃん。ほら、はい、皆さん乗り物がもう少し前に動きます。長くお待ちください。こんな足の間なんかでもジェットコースターって一番後ろの方が怖いって聞いたんですけど気のせいですかね。ちょっとここ狭い。足が伸ばせない。愉快な中が。すいません、足が長いんで伸ばせない。マーサーも伸ばせない。ちょっと待って、カーブのとここっちに倒れるんじゃない。はい、コースタースタートします。乗ってるから幼稚園の頃思い出す。みんな
ったら好き。サゴも上がります。ウサゴも上がってきます。ウサゴは意外になんかこういうおとぎ話系の方が多分好きなんで、どれに乗る？あちらでペンギン乗りたい。このクロサマペンギンこれ何に私乗ってんの？アザラシ。アザラシ飛ばないけどトパトパとした。ペンギンも飛ばない。よかったね。メリーガーです。